こんにちは、三元堂の村松です。習慣を変えようと思ったこと、一度はあると思うんですけれども、なかなか難しかったりしますよね。そこで今日はそんな習慣を、より確実に変える方法、おすすめの方法、そんなお話をしていきます。三元堂に来られた方に僕たちが提供すること、メインはもちろん施術なんですけれども、それだけではですね、僕らの目標である痛みとか不調を改善して、やりたいことを思い切り楽しめるようになることができない場合もあります。そんな時にはね、生活習慣などに関してね、こうした方がいいよというアドバイスをすることがあります。中でも多いのは、今ある習慣を変えましょうというアドバイス、食事を変えましょうとか、考え方をちょっと変えていきましょうとか、そんな内容です。でも例えば甘いものを控えましょうお伝えをしても、そうそう簡単にできることではないですよね。もしここで僕がその習慣を変える方法、おすすめは気合と根性だと言ったらどうでしょう。もう全然役に立たないですよね。でも安心してください、そういったと感情論的なものではありません。ではその習慣を変えるにはどうしたらいいか。よくある失敗パターンっていうのは、この習慣を一気に変えようとすることなんですよね。例えば先ほどお話しした甘いものをやめましょう、これで言うと、明日から急に食べるのをね、ピタッとやめようとする。でそうやって急に習慣を変えようとすることっていうのは、もうとても難しいことだし大変なことです。もうそれこそ気合とか根性がないと、結果には結びつかないで終わってしまうことが多いんです。そこでおすすめなのが、段階的にかつ置き換えながらその習慣を変えていく方法なんですね。例えばタバコをやめようと思ったとします。まず第1段階目、これはタバコを吸いたくなったらガムを噛むようにします。で次は第2段階目、このガムを噛んでいたのを今度水を飲むようにします。で最後3段階目は飲んでいたこのお水を飲まないようにする。こんな感じで段階的に習慣を変えていく。しかもそのやめたいものを減らしたりするのではなくて、他のものに置き換えていく、これがポイントなんですね。なぜわざわざこんな面倒くさいことをしないといけないのか。その理由は、習慣を変えること、昔からやってきたことをですね、変えていくっていうことはとてもストレスがかかることだからなんです。ただでさえそんなストレスのかかることなので、段階的に行ったり、置き換えながらやることによってですね、そのストレスを最小限にしていく。そうすることで途中で挫折をすることなく、より確実に習慣を変えることができるんです。誰もがそうだと思うんですけれども、習慣を変えようって思ったっていうことは、自分を変えようとね、少なからず決意をした瞬間があったからのことだと思うんですね。それってそんなに軽い気持ちで変えようと思ったっていうことはなくて、少なからずね、結構強い決意をね、心に秘めていたはずなんです。でもね、先ほど言ったように、この習慣を変えるっていうことは、とてもストレスがかかるし大変なことなので、途中で心が折れてしまうという方がすごく多いようなんです。そんな風にね、習慣を変えようと思ったけれども途中で挫折をしてしまった、そういう経験多くの方がしていると思います。ぜひね、今度習慣を変えようと思った時は、こんな風に段階的にかつ置き換えながら、ぜひチャレンジをしてみてください。ということで今日は、習慣を変えるのはストレスがかかるし大変なことなので、段階的にかつ置き換えながらやっていくといいですよ、そんなお話をしていきました。もしこの動画が面白かったとか役に立ったという方は、グッドボタンぜひお願いします。またね、コメント欄に感想とか気づいたこと、コメントしていただけるとまた嬉しいです。またこの YouTube チャンネルでは、三元堂のコンセプトである100年使える体づくり、そのヒントとなる動画をたくさん配信しています。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。またね、チャンネル登録ボタンの横にベルボタンっていうのがあります。このベルボタンを押していただくと、新しい動画更新されるたびに通知お知らせが届きます。新しい動画見逃したくないなという方は、このベルボタンもぜひ一緒に押しておいてください。では今日はこれで失礼します。さようなら。